こんにちは。町田のの美容室、ローズの宮本です。いつもローズの YouTube 動画をご視聴いただきありがとうございます今回はですねヘナという言ってみればカラーなんですけどもそういうものが昔から実はあるんですがなかなかちょっと、えー、僕としてもまだ勉強してなかった部分で興味が最近ありましてジアミンとかでね被れるカラーができないとか言った方を結構やっぱりうちでお客様として最近あの訪ねてきている くださる方が多いのでその中でまた少しでも間口を広げたりとか引き出しを多くしたいなという部分でもちょっと勉強しようと思いまして実は昨日その講習会に勉強会ですね出席してきましたカラーのモデルをして髪の毛を実際これ染めてもらいましたその模様をですね動画で編集してみましたので皆様にご紹介したいと思いますそれではどうぞ これがですね、今このカップがいろいろたくさんあるんですけども、ここにいろんなヘナとか、まあ、という、まあ、藍染めに使う藍。 はいですね。えー、っていうのが何種類かありまして、これを今分けていろいろ出してるところです。そもそも、えー、ヘナってどんな方におすすめなのかっていうことなんですけども、地肌がすごいデリケートな感じで、なかなか白髪染めができない方、あそれからカラーの薬剤でね、染みたりとかかぶれたりとかしたことがある方、また、あの、よく、うちでも今、えー、ローズでもノンジアミンカラーというのを、 やっててジアミンの入ってないカラーですね。まあ、ジアミンアレルギーの方、それからですね。髪がね。細くなっちゃったりとか、昔に比べてハリや腰や髪にツヤがなくなってきた方まあ、それから白髪はちょっと気になるんだけど、まあ普通のケミカルですね。ちょっと化学染料の入った薬剤による薬害に不安を持っている方、えー、毎月例えば白髪染めをしてダメージが気になる方、安心や安全。そういうものを求められている方とかがまあ、こういうヘナに興味があるんじゃないかなと思います。はい。 これで今ちょっとね、また今の映像の解説になりますけれども、え、これいろいろ色が多分粉の色も違うと思うんですけど、これ全部やっぱり種類が違うんですが、これをですね、いろいろまあ買い分けて調合を変えたりとかして、あ、こんな感じで色がね、ちょっと微妙に違うんですよね。まだ僕にはこの見ただけではこれはどこのヘナだとか、どこのいとかっていうのはちょっと僕にはまだわからないですけれども、見た目とか香りも違ったりとかするんですけれども、天然ですね。まあローズの場合はですね、 あこれヘナの葉っぱなんですねきっとねはいこんな感じでまあそこの葉っぱだけを細かくしてやるんですけれどもまあほに話を聞くといろいろ加工の仕方がほんと違って特にですねまあうちローズの場合は琉球ヘナというものを使っているんですけれどもとても繊細に作ってるというような感じがします インド産のヘナが悪いというわけではないんですけれども、国産の方が生産者の顔が見えるっていう感じですかね。まあそういうのがあるので安心して使えるのかなっていうふうに。まあ今こういうふうにね、ちょっとね、分けたりとかして、これは他のヘナとの比べ、違いをね、ちょっと見てるようなところ。 はいえー、で、これで、今、先ほどのヘナを、まあ、お湯で溶くんですけども、お湯で溶いて、こういうふうにペースト状ですね。えー、もう本当になんかこう、硬さとしては、感覚としては、マヨネーズぐらいの感じなのかな。そんな感じで、こう、塗ってるというか、まあ、乗せてる特殊なこのヘラを使ってるんですけども、別に全然、ハケでもいいんですが、えー、今回はね、これは、あの、ハケみたいな。 シリコン製のハケを使ってやってる感じですね。なんかこう、ほんと、酒屋さんみたいな感じで、塗るというよりは、乗せてるみたいな。うん 感じ。科学の力というか、薬品の力を使ってないので、しっかりこうやって塗っていかないと、えー、まあ、色がついてくれない。えー、というような感じなんですね。なんか見てるだけでもね、なかなか面白い感じで。あの、多分お客様だとあまりこういう光景ってね、後ろからのこういう塗ってるところは見,見たことないかもしれないですけど、まあ、我々はこういうような感じで、えー、仕事しています。これはまた違うモデルさんなんですけれども、こんな感じでね、塗って。えー、ちょっと色も違って、この、 カップに入ってる色、ちょっと濃い色ですけど、これ、あの、愛ですね。で、これは、えー、時間を置いて、あの、水分を与えてるんですね、えー。結構水分を与えるのも結構大切な一つの仕事を。 だと思います。時間を置くと水分が飛んで、ちょっとカピカピしてくるというか、硬くなるような感じなのでえ、こんな感じで水分とかを与えてね、あの、潤わしてる感じですね。え水分と、やはり空気の、この、いろんなあれによってこそもある感じで、でもこういうのを本当に考えた人はすごいなって。<laughs> 思います僕らはこれをね、聞いてやる後で習うからあれなんですけども、多分時間と経験なんだな。まあそういうものが積み重なってできてるような感じがして、すごく素晴らしいななんてこういうのを見てると思ってしまいます。今、あの、このね、あの、されてる方はもう本当に絵ナを知り尽くしてる方なので、えー、すごく勉強になりますね。で、えー、今度はですね、スチームですね。ローズでもナノスチームという、あの、まあミクロよりさらに細かい、あの、切りですね。もともとは、まあ水を細かくして、こういうふうに、 蒸気に出してるんですけどまあこういうこれによって色がつくのを促進させるような感じでますねうちのお店でもあのナノスチーム当たった方いらっしゃると思いますけどもすごくなんか気持ちよくてマイナスイオンが出てる感じこれだけでも気持ちいい感じがしますねまあこういうのをまあ一通りまんべんなくチームかけて染料というかヘナのあれを細かく入っていくように今ねこういう作業を行っているような様子ですね はい、えー、画面が変わりまして、えー、今度はあの、シャンプーですね。まあ、これから洗って、吸いでいくんですが、この今なんかあの、タオルみたいなのが見えると思いますけど、これ、あの、ケナフっていうものらしくて、 で要はボディタオオルなんででですすけれどもアアフリカカやイインドが原産でアオイカの一年草らしいね普通のタオルでもいいと思うんですが、こういうケナフっていうこれを使って、まあ、乳化していくというか、お湯と、まあ、空気を触れさせて、もっと発色を良くしていくというような状態で、これ結構重要なポイントなんですよね。普通のカラー剤でも我々、あの、乳化作業というでこう、 なじませるような作業をするんですけれども、入荷作業が非常に大切な状態ですね。ちなみに、この、えー、シャンプーの今ヘッドレストみたいな、このポッチみたいなのがありますけど、これ、ローズでも扱ってるシャンプーだと一緒で、これ、首に負担がかかんなくて、すごく楽ちチンな状態ですね。まあ、こういうふうにして、もう、ゆっくりゆっくりこうなんかさせて、下のこの、あの、シャンプーボールのところに流れ出た、うん、見る感じ、お茶みたいな感じのお湯が溜まってますけども、こういうふうな感じで、こうしずつ、少しずつ、うん 入化しながら丁寧に丁寧に色を染み込ませていくような作業がこういう風になってますね。まあ、こういうところがやっぱり普通のヘアカラーとはちょっと違う感じですね。非常にこう髪の毛がもうし髪の毛にしっかりまとわりついてるようなあれだけねさっき塗ってるので落とすのも大変な状況ではあると思うんですけどもこういう風うにしっかりしっかり丁寧に。 で、少しずつ、あの、色を兼めていきます。で、最初ちょっとやっぱりこれ映像でも見えるんですけど、緑っぽい感じ。まあ、もともとあの、ヘナの葉っぱが多分ね、緑でできてるので、こんなちょっと緑っぽいような感じなんですけども、これ、酸素とか、くまあ、酸素空気ですね、とか、まあ、触れていくと少しずつまた色が変わっていくっていう、そういうような感じですね。こんな感じで、えっ、ー、と、 まあ一応入荷があ終わりましたら、しっかりこれで推薦していくような感じです。まあ、散々やってるんですけど、まだまだこういう風に流れ出るのは、やっぱりしっかりしたこう緑の吸いだものが出てくるような感じで、結構丁寧に落としていかないとあれなんですけど、ただ、ヘナの場合はですね、普通の、えー、化学染料と違って、 で、まあ、残ってたから害になるってことはないので、まあ、その辺はすごく安心ですね。やっぱり普通のカラーの場合はしっかり落としてあげないと、そして、あの、その成分を分解してあげないといけないので、そういうところはえあれなんですけども、このヘナの場合はですね、まあ、逆に残っててもま悪くないって感じですね。これが、ま、僕なんですけども、染まり上がった感じですね。 ちょっとね、昨日の勉強会の様子、まあ、一部ですけれども動画に編集させていただいて、えー、ご紹介させていただきましたなかなかまだまだ僕も勉強不足のところがあるのでこれからいろいろとねちょっと知識を取り入れたりとかあとまあ経験値とかもあるかもしれませんけれども、えー、またこれがね皆さん まだ勉強をこれからしてきますので、またどうぞご期待ください。それではまた。町田の美容室ローズでした。